立川男子郎。1951年6月30日隊は、日本の落語家、作家。出林は、帰仙。群馬県大良郡大良町生まれ。1970年群馬、県立大田高等学校を卒業。同年3月、立川男子に入門。前座名は寸子。前座時代には、林屋種平、林屋公平、柳屋蛍の4人で、 少女フレンドというバンドを結成し、レコードを出している。1975年11月に詰め昇進。男子郎と改名。1980年 NHK 新人落語コンクール優秀賞受賞。1983年落語協会での新内昇進試験において、男子郎と兄弟子の小男子が不合格になる。これをきっかけに男子は弟子を連れて、落語協会を離れ、 落語立川流を結成。同年11月、落語立川流新内に昇進。落語界の将来に疑問を持ち、上記にある、自身の新内試験失敗経験などを書き綴った、小説集、シャレのちくもりで1990年に作家デビュー。テレビやラジオ出演、新聞や雑誌の連載など幅広く活躍中。また、東京都世田谷区にある、 北沢八幡神社での210回を超えた独演会をはじめ、公演における話し方教室で全国案件を展開中。昨今、居住地にちなみ、豪徳寺の師匠と呼ばれることもある。バーン、地2004年10月号のコラムによれば、2チャンネルを兼をしているとのこと。小説家として、落語、落語会を題材に取ることが多いが、男子郎はボクシングの大ファンであるため、 ボクシングを主題にした作品、ファイティング・ジュゲムがある。プロボクサーの高田小次郎は、男子郎の実施。当初は、地元東京世田谷のジムに入ったが、一年発起し、単身、大阪に移り、2011年に負けなしの8連勝で、永久に昇格した。ABCDEF、腰肩、e、男子郎商店。2020年5月16日閲覧。 ABCDEF 男子を語る立川男子郎40年を超える指定関係から見えた変化と立川流結成前夜スポーツ放置2020年5月16日閲覧 ABCD 立川男子郎アーティストプロフィールラジオデーズ2020年5月16日閲覧立川男子郎2020年5月16日閲覧 ありがとうございます。